はい、皆さん、こんにちは。歴戦人講師の川原と言います。では、2020単刀スーパー速習講座鑑定論、1回目の講義を行っていきます。鑑定試験は単刀式試験と論文式試験に分かれてきますが、この単刀スーパー速習講座というのは、短期間で単刀式試験の合格を目指す、そういった講座になってきます。なので、まずは簡単に単刀式試験の概要から説明をしていきます。はい、試験期日は、毎年5月の第2日曜日ですね。予定通りですと、2020年度は5月の10日が予定日ということになります。科目としては、2科目、行政法規とこれから学んでいきます鑑定論で、それぞれ2時間ずつで5択のマークシート方式を40問解いていきます。で、1問2.5点と配点されてまして、それぞれ40問で100点満点の2科目合計で200点満点ですね。では、何点取れば合格できるのか。願書には総合点でおおむね7割、140点が一応合格ラインと示されています。ただ、最近は行政法規の方が少し難しくなってますので、鑑定理論の方で少しですね、点数を積み上げてほしいので、目標とすべきラインは鑑定理論で40問中30問、75点クリアを目標にしていただきたいということになってきます。はい、では、実際の本試験問題確認していきます。はい、これ直近、令和元年の、実際の本試験問題ですね。で、 A4 版の本試験問題になっています。で、表紙に注意事項があるんですけど、1点だけ、筆記用具なんですが、中の4のところなんですけど、必ず黒の鉛筆 HB または B でマークシートにマークしていく必要があります。シャーペンはマークシートの読み取り機が、読み取らないことがあるので、使える筆記用具は、黒の鉛筆ですね、 HB または B なので、普段のレックの答案練習会答練からも黒の鉛筆ですね、用意していただいて、鉛筆を使ってマークをしていくようにしてください。では、問題の形式を確認していきます。中身はね、わからないと思うんですが、ちょっと形式について確認をしていきます。では、まずは6ページ問題6見ていきましょう。はい、で、問題6ですね。カッコ1からカッコ5という形で5つの選択肢が与えられていて、問題文1行目最後、正しいものはどれかという形式です。正しいもの、もしくは誤っているものを1つ選ぶ。これ、単純正誤問題と言います。続いて上、問題5見てください。まずは、イからホという形で5つの記述が与えられていて、その組み合わせが5つですね、選択肢。例えば、イーローハとか、ローハホという形で、5つの組み合わせ、選択肢が与えられていて、で、問題文最後、正しいものをすべて掲げた組み合わせはどれか。正しいもの、もしくは誤っているもの、組み合わせを選ぶ。これ、組み合わせ問題と言います。続いて、9ページ。はい、問題11見てください。一定の記述があって、記述の中でイーローハという形で空欄が開けられています。で、空欄に入るべき語句の組み合わせが5つ与えられていて、で、その正しい組み合わせを選ぶ、これ穴埋め問題と言います。さらに、鑑定理論40問中最後の2問ほどなんですけど、出される形式がありまして、それが、では問題39を使って、一定の数字がこう与えられていて、で、計算結果が5つ与えられていて、正しい計算結果を選ぶ。これ、計算問題と言います。で、計算問題は、高度な数学はね、使えません。微分とか積分とかね、そういった問題ではないんですけど、まあ、単純に足し算、引き算、割り算、掛け算で計算をしていくんですが、ただ、これ、電卓を使えないというのが、難しいところで、手計算で限られた時間の中で計算していく。まあ、そういった意味では、こう、ケアレスミスをしやすい、形式的には、難易度の高い問題が計算問題ということになってきます。では、どういった割合で出題されるのかってことですね。はい、画面見てください。直近、令和元年ですと、単純正誤問題が13問、組み合わせ問題が23問、で、穴埋め問題が2問で、計算問題が2問という割合で出されています。特にこの組み合わせ問題の問数が多いというのが特徴ですよね。組み合わせ問題というのは、確実な知識が1つあれば、それをヒントに消去法的に正解を導き出すことができる、そういった形式です。なので、皆さんが行うべきことは、過去問を中心に確実な知識を増やしていくことが重要となってきます。まあ、10の不確かな知識よりも7の確実な知識で合格を目指す、まあ、そういったスタンスでね、学習を進めていくようにしてください。では、鑑定理論という科目の特性を説明していきます。学習すべき内容は、不動産鑑定士が鑑定評価を行う際の拠り所となります不動産鑑定評価基準、まあ、略して基準と、その弟分であります留意事項について、単なる丸暗記ではなくて理解を伴わせて暗記をしていく、そういった内容が鑑定理論の学習内容ということになってきます。特に、
論文式試験というのはこう、ね、論文、文章を書いていく、そういった試験です。で、論文、なんか自分の考え方を書くとか、そういった試験かというと、そうではなくて、基本的には暗記してきた基準類事項を駆使して回答を作成していく必要があります。なので、論文において合格答案を作成するためには、基準類事項の暗記が必須となってきます。一方で、担当式試験というのは、マークシートにマークをしていけばいいので、対策としましては、出題されやすい箇所、キーワードを中心に問題を通じて理解をしていくのが重要となってきます。なので、学習の方向性としましては、問題を解きながら、要はアウトプットしながら知識をインプットしていく。で、全体を数多く繰り返す。これ受験用語で回すというんですけど、どれだけ多く全体を回すことができるかが重要となってきます。特に初期段階は細かいところは気にせずに、どん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 先に進めていただいて、まあ、大枠をつかむということを意識してですね、この薄くで構えないので、ね、こうミルフィーユ的に薄く何回も何回も回して繰り返していくことによって、こう層を重ねていって、知識を積み上げていくということですね。細かいところの知識は何回も回すことによって、どんどんどんね、分かってきますので、とにかく初期段階は細かいところは気にせずに、どん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 先に進めていただいて、大枠をつかむということを意識して、こう学習をね、進めていくようにしてください。はい、では、そうですね、じゃあ使うべきテキストを確認していきます。はい、まずは講座で使えます、講義で使えますメインのテキストがこの合格基礎テキストということになってきます。これメインテキストになってきます。簡単に形式では80ページちょっと開いていただいて、80ページを使って形式を確認していきます。はい、80ページ開いてください。はい、で本文でこの実践で囲まれている部分がありますね。これが不動産鑑定法が基準を表しています。で、下、点線で囲まれている部分があります。これが弟文ですね。留意事項を表しています。で、横見出し見ますと、まずは担当出題年度がずらーっと並んでいます。で、続いて論文出題年度。この基礎テキストは担当論文共通のテキストとなってますので、論文の出題年度も示されています。で、効果期24とありますよね。効果期というのは論文対策の補助テキストになりますので、担当対策としては皆さんこれ無視するようにしてください。あと、コメントなんかも横見出しには示されています。重要なものは適宜指摘をしていきます。まあ、こういった形式になっています。で、続いてのテキストが、こちらですね。パワーポイント画面集ですね。この今までお見せしてきたこのパワーポイントを冊子状態にしたものがこのパワーポイント画面集ですね。あの講義では使えません。こう復習の際の確認用の教材ということになってきます。で、続いてが、足別鑑定理論上下巻というのがお手元届いていると思います。足別鑑定理論上下巻ですね。こちらは平成30年度までの過去問を分野別に一問一答形式に編集した過去問集ということになってきます。レクの過去問集が足別鑑定理論です。これ復習におけるメイン教材ということになってきます。講義では使用しないんですが、復習におけるメイン教材がこの足別鑑定理論ということになってきます。で、形式を見ていきますと、では上巻の12、13ページを使って形式を確認していきます。はい、で、これ見開きになってまして、左ページが問題文、右ページが解説という形で一問一答形式、丸×の問題になっています。で、左問題文の横見出しのところに星が1つから3つという形で重要度がランク付けされています。星が多いほど重要度が高いものになってきます。で、1点だけ注意なんですけど、星1つの問題は無視するようにしてください。これ過去問集なので網羅性の観点から掲載しているんですが、星1つの問題はやらなくていいもの、無視するようにしてください。皆さんが復習において解くべき問題は星2つと3つということになってきます。特に1回目の講義受講した後に解くべき足別はまず星3つからで大丈夫です。1回目の復習は星の3つだけで構いませんので、星3つから解いていって、で、2回し目3回し目星2つまで伸ばすってことですね。星1つは無視するようにしてください。で、解説のところを見ていただくと、解説の最後にこうテキスト P 何ページという形で先ほどの合格基礎テキストの該当ページが示されています。なので必ず足別解いた際にはこのテキストにも戻るようにしてください。要はアウトプット問題過去問を解きながら知識を確認インプット、要はテキストを潰していく、これが鑑定理論の復習の仕方ということになってきます。で、続いての教材がですね、はい、令和元年度版の年度別の担当本試験問題集というのがお手元届いていると思います。
直近4年分の本試験問題40問をそのまま掲載しているのがこの担当本試験問題集です。こちらは、最後の仕上げとして、例えば直前のゴールデンウィークとかで本試験問題に慣れるという意味で最後の仕上げとして使うようにしてください。過去問については足別を使って確認する。でこれは、まあ、最後の仕上げとして確認用として、まあ、直前のゴールデンウィークぐらいに本試験問題に慣れるという形で解いていく、まあ、そういった位置づけの教材ということになってきます。あともう一つ、この手のひらサイズのモバイル鑑定評価基準というのがお手元届いていると思います。これは暗記用のツール本ですね。基準類事項が持ち運びしやすい形にまとめられています。で担当対策としては暗記はそれほど、ね、意識する必要はないんですが、とはいってもですね、やっぱりできる限り基準類事項の文言には慣れてほしいので、できれば今日から、ずっと持ち歩いていただいて、で隙間時間にですね、こうペラペラ開いていただいて、少しずつこのモバイル等々を使って基準類事項の文言にこう慣れていくようにしてください。そういったね、まあ、暗記用のツール本がこのモバイル鑑定評価基準ということになってきます。はい、あとはこれから講義をしていくんですけど、私講義の際にこの、ね、マーカーですね、ブルーグリーンイエローと、あとちょっと太めの赤いペンですね、一応この4つほど講義の中で使っていきますので、もしもご準備できる方はですね、ちょっと準備をしていただいて講義ですね、受講するようにしてください。はい、では鑑定理論の全体像ですね、今回だけちょっとモバイルの目次を使って全体像を確認していきます。はい、ちょっと画面見ていただいて、ではモバイルの目次を使って全体像ですね、鑑定理論の全体像を確認していきます。はい、で鑑定理論というのは大きく総論と格論ですね、鑑定理論は大きく総論と格論に分かれてきます。で総論というのは全ての不動産共通の考え方を学んでいくのが総論で、総論は第1章から第9章ですね、9つの章から成り立っています。一方格論というのは総論を踏まえた上で個別具体的な案件ごとの求め方を学んでいくのが格論ということになってきます。格論は第1章から第3章なので、章としましては総論9章、格論3章なので12の章から鑑定理論は成り立っています。で実際の本試験ではどのように問題が出されたかといいますと、直近ですとこれ全ての章から問題が出されています。つまりやらなくていい章というのは基本的にはありません。ただ、問数が多い章がありまして、それがこの赤く丸されているところなんですけど、総論第5章、7章、格論1章、3章で全体の6割ぐらいを占めています。なので、メリハリとしましては、この4つの章が試験対策としては特にこう重要となってくるんだということになります。はい、では中身入っていきましょう。はい、お手元合格基礎テキストを準備していただいて、で目次等々を飛ばしていただいて、1ページ目ですね。1ページ目開いてください。はい、お手元合格基礎テキスト準備していただいて、目次等々飛ばしていただいて、1ページ目ですね、総論第1章と書かれている扉のページを開いてください。はい、よろしいでしょうか。はい、では中身入っていきます。総論第1章、不動産の鑑定評価に関する基本的考察から確認をしていきます。鑑定評価の基本的な考え方ですね、総論第2章以降の具体的な概念の理論的根拠が示されているのがこの総論第1章ということになってきます。はい、じゃあ2ページ進んでください。はい、まずは第1節、不動産とその価格という概念を学んでいきます。その中でも不動産の在り方という概念から確認していきましょう。では枠のところ、基準のところを読んでいきます不動産は通常土地とその定着物を言う。土地はその持つ有用性のゆえに全ての国民の生活と活動とに欠くことのできない基盤である。そしてこの土地を我々人間が各藩の目的のためにどのように利用しているかという土地の人間との関係は不動産の在り方、すなわち不動産がどのように構成されどのように貢献しているかということに具体的に現れるとなっています。冒頭から不動産は通常土地と、まあ、建物等々に代表される定着物から成り立っています。まあ、皆さんがイメージする不動産もこの定義通りだと思います。で続きの文章、土地はその持つ有用性、有用性というのは役立つ性質ということです。土地の上に建物を建てることができる、土地を使って農作物を育てることができる、そういった役立つ性質を持つがゆえに全ての国民の生活と活動等に欠くことのできないベースとなるものなんだ。でこの土地を我々がさまざまな目的のためにどう利用しているかという土地と人間との関係は不動産の在り方に具体的に現れるんだということです。
不動産のあり方というのは、簡単な表現で言うと、皆さんが目にする街並みということです。街並みです。不動産のあり方というのは、街並みです。街並みを見れば、土地と人間との関係、言い換えれば、不動産がどう構成され、どのように貢献しているかということを把握することができるんだということになってきます。つまりは、例えば、戸建て住宅が立ち並ぶ住宅街、こういった街並みを見れば、人は土地の上に戸建て住宅を建てるという形で不動産を構成し、戸建て住宅は人に対して住む場所を提供するという形で貢献する。街並みを見れば、土地と人間との関係、不動産がどう構成されどのように貢献するか把握することができるんだ。これが不動産の在り方という概念になってきます。はい、では続きの文章を見てください。第2段落。この不動産のあり方は、自然的、社会的、経済的及び行政的な要因の相互作用によって決定されるとともに、経済活動の本質を決定づけている。不動産のあり方、街並みは、要は多面的な要因が相互に作用することによって決まってくるんだとともに、不動産のあり方、街並みは不動産の経済価値の本質、要は不動産の価格を決定づけるんだということになってきます。街並み間で不動産の価格は異なってくるんだということです。例えば同じ規模形の土地だったとしても、地方にあるのと都心であるので、やっぱり価値が違ってくるというのは分かりますよね。あり方、街並みが不動産の価格を、ね、決定づけるんだということになってきます。一方でということですね。最終2行。一方、この不動産のあり方は、その不動産の経済価値を具体的に表している価格を選択の主要な指標として決定されているとなっています。不動産のあり方、街並みというのは、価格を主要メインの指標判断基準として決定されているんだということになってきます。つまりはこういったことです。はい、画面見てください。多面的な要因が相互に作用することによって、不動産のあり方、町並みを決定し、で、町並み、不動産のあり方は、不動産の経済価値、価格を決定するとともに、価格が町並み、あり方に対して選択指標として影響を与える。あり方と価格の間には、お互い影響を与え合う二面性の関係が認められるんだということになってきます。その文章のところを見てください。例えば、高級住宅街にある土地の価格は高くなり、あり方、街並みが不動産の経済価値の本質、価格を決定するとともに、一方、高い土地を購入した人は、価格に見合った高級住宅を建築する。やっぱそれなりの金額を出した以上、それなりの使い方をするでしょうということです。価格が選択指標として、街並み、不動産のあり方に影響を与える、お互い影響を与える二面性の関係が、あり方と価格には認められるんだということになってきます。はい、では今度はテキスト3ページを移ってください。はい、今度は不動産の価格概念を確認していきます。3ページ、不動産の価格となっているところを見てください。では基準。不動産の価格は一般に、括弧1、その不動産に対して我々が認める効用、括弧2、その不動産の相対的希少性、括弧3、その不動産に対する有効需要の3者の相関結合によって生ずる不動産の経済価値を家計画を持って表示したものであるとなっています。これから重要なキーワードについてはマーカーをしていきます。でまずはじゃあ、ね、5行目ですかね。3社というところをマークをしてください。3社マークをしてください。3社マークをしてください。不動産の価格というのは、3社の相関結合、お互い影響を与え合うことによって結合して生まれる不動産の経済価値をいくらいくらという金額、家計画を持って表示したものが不動産の価格なんだということです。じゃあ3社というのは何かと言いますと、では合わせてマークをしてください。2行目から、効用、相対的希少性、有効需要ですね。3社マークをしてください。効用、相対的希少性、有効需要、マークをしてください。これらが3社に該当します。じゃあ効用、相対的希少性、有効需要って何なのってことですね。はい、下の説明文見てください。先ほどは基準理事項というのは単なる丸暗記ではなくて、理解を伴わせて暗記をしていく必要があると指摘しました。理解を伴わせるというのは、こういった下の説明文を押さえるというのが理解を伴わせるということにつながってきます。で、効用のところを見ていただいて、効用というのはズバリ文末最後、役立つことが効用と言います。効用というのはズバリ役立つことを意味しています。続いて相対的希少性ですね。相対的希少性というのは、説明文2行目、有限で手に入れるためには対価が必要となることが相対的希少性ということになってきます。存在量が相対的に有限で手に入れるためには対価が必要であることを相対的希少性と言います。一方、有効需要、単なる需要じゃなくて有効需要、つまりは説明文、購入資金を持った買い主が市場にいることですね。お金を持った有効な買い主、需要があることが、ね、有効需要ということになってきます。要は役立つからこそ有限で対価が必要で、それに対してお金を持った買い主がいるからこそ不動産の価格が
発生するんだ。これが三者ということになってきます。はい、上の基準戻っていただきまして、じゃあ続きの文章ですね。最初産業そしてというところから見てください。そしてこの不動産の経済価値は基本的にはこれら3者を動かす自然的、社会的、経済的、行政的な要因の相互作用によって決定されるとなっています。要因サイドから言うならば、多面的な要因が3者を通じて不動産の経済価値、価格を形成するんだということになってきます。で、要因と価格の間には一定の関係が認められまして、4ページ進んでください。はい、4ページ進んでください。ではこの中、基準、不動産の価格とこれらの要因との関係は、不動産の価格がこれらの要因の影響のもとにあると同時に、選択指標としてこれらの要因に影響を与えるという二面性を持つものであるとなっています。下の図のところを見てください。上から、多面的な要因が3者を通じて不動産の経済価値、価格を形成する。要因の影響下に価格があると同時に、価格が選択指標として要因に対して影響を与える、お互い影響を与え合う二面性の関係が要因と価格には認められます。はい、下の文章のところを見てください。例えば不動産の取引に関する規制が緩和されると、これ多面的な要因のうち行政的要因ですね。一般に不動産取引が増加し、不動産の価格は上昇する。価格が要因の影響下にあると同時に、続きの文章、不動産の価格があまりにも急騰してしまった場合、不動産の取引に関する規制を強化する政策が取れる。価格が要因に対して影響を与えるということですね。お互い影響を与える二面性の関係が要因と価格には認められるんだということになってきます。はい、では続いて5ページ移ってください。では第2節、不動産とその価格の特徴ですね。不動産の特徴、不動産の価格の特徴を学んでいきます。で、まずは不動産の特徴、特性を理解するためには、不動産の基本的な構成要素であります土地の特性を理解する必要があります。で、土地の特性というのが、この黒帯のタイトル、自然的、人文的特性ということになってきます。では枠の中、4行目括弧1というところから見てください。括弧1というところから見てください。括弧1、自然的特性として、地理的位置の固定性、不動性、非移動性、永続性、普遍性、不造性、個別性、非同質性、非代替性等を有し、固定的だって硬直的である。括弧2、人文的特性として、用途の多様性、用途の競合、転換、併存の可能性、併合及分割の可能性、社会的、経済的位置の可変性等を有し、可変的だって伸縮的であるとなっています。はい、マーカーしてください。4行目から、まずは自然的特性というところ、で1行飛ばして固定的、硬直的というところ、 できれば色を変えていただいて、対比的に、括弧に人文的特性というところ、で1行飛ばして可変的、伸縮的、対比的にマークをするようにしてください。要は土地というのは、固定的で硬直的な自然的特性と、可変的で伸縮的な人文的特性ですね、こう相矛盾する2つの特性を土地は有しているんだということになってきます。で、具体的には細かく言うと、自然的特性としては5つ、人文的特性としては3つですね、示されています。それぞれ具体的な内容を確認していきます。はい、その説明文を移ってください。まずそもそも自然的特性というのはどういった特性かと言いますと、タイトルの脇、土地そのものが有する本来的特性のことを自然的特性と言います。で、まず1、地理的位置の固定性、不動性、非移動性。本文、土地の地理的位置は固定しており、そうですね、それの土地、北緯南度、東経南度という形で位置は固定しています。で、その後、個々の土地を他の場所へ移動することは困難なんだ、不可能なんだってことです。例えば東京の土地を九州に持ち帰るなんてことはできないわけですね。だからこそ不動産と言います。これ不動性と言います。続いて2、永続性、普遍性です。土地は使用しても消耗し、枯渇することはなく、朽ちることもないとなっています。対比的に、建物を使い続けると経年劣化で原毛壊れてしまいます。一方、土地というのは使い続けても消耗し、枯渇し、壊れるなんてこともないんだということになってきます。永続性、普遍性ですね。続いて6ページ。はい、括弧3見てください。不造性です。本文、日本の国土面積は埋め立て等により多少の変化が考えられるものの、全体量として大きく増減することはないとなっています。対比的に、こういったフリクションマーカー、一般の材ですね。人気が出てきた場合には、増産体制を整えてですね、生産を増やすことができます。
一方、例えば、東京の、ね、高級住宅街、田園調布の土地、人気が出てた場合、じゃあ田園調布の土地を新たに作ることができるかというと、それは基本的にはできないわけですね。そういった性質のことを不造性と言います。で、丸4、個別性、非同質性、非代替性ですね。ここの土地は他の土地と区別されるべき性質と有しており、全く同一の土地というものは2つと存在しない。要は物理的な意味において、同一な代わりになるような、土地というのは存在しないんだというのが個別性、非同質性、非代替性ですね。特にこの非代替性ってフレーズですね。こちらね、ちょっと覚えておいてください。他の章出てきますので、非代替性ですね。物理的な意味において全く、代わりになるような、土地はないんだってことですね。非代替性ってキーワードでちょっと押さえておいてください。で続いて人文的特性ですね。人文的特性というのはどういった特性かと言いますと、タイトルの脇、人間と土地との関係から生ずる特性です。人が働きかけをすることによって生まれてくる特性が人文的特性ということになってきます。1、用途の多様性、用途の競合、転換、併存の可能性ですね。ある土地について用途が競合、商業地と住宅地と転換、農地から宅地と及び併存、店舗付きマンション等シールとなっています。やっぱりこういった一般の財ですね、一般の財というのは基本的には一物一用途ですね、こうマーカーをするって用途ぐらいしか考えられないんですけど、土地というのは人が働きかけをすることによってさまざまな用途に、ね、使うことができるな、考えられるな、そのことを用途の多様性と言います。丸2、併合および分割の可能性。土地は一旦区画されたとしても必要に応じて併合分割しているんだということになってきます。隣り合っていた狭い土地を人が働きかけすることによって併合したり、もしくはダダピロで使い勝手がある土地を人が働きかけすることによってこうね、6区画とかに分割するとか、人が働きかけすることによって分割したり併合したりすることができる、このことをね、併合分割の可能性と言います。丸3、社会的および経済的位置の可変性。こちらはあの横見出しの具体例を確認した方がいいと思います。横見出しコメントのところを見ていただいて、3行目から、郊外に大型ショッピングセンターが開店したことにより駅前商店街が衰退することが挙げられるとなっています。もともと地域の中心で、価格水準も高かった駅前商店街ですね。ただ人が働きかけすることによって郊外に大型ショッピングセンターを作ってしまったことによって駅前商店街のが地域の中心でなくなってしまって、で価格水準も下がってしまったってことですね。人が働きかけすることによって社会的経済的位置は変わりうるんだ。これ丸3の意味する内容ということになってきます。で5ページ戻っていただきまして、はい、じゃあ基準の最終4行のところを見てください。5ページ基準最終4行、不動産はこの土地の持つ所得性に照応する特定の自然的条件、人文的条件を予見として利用され、その社会的で経済的な有用性を発揮するものである。そしてこれらの諸条件の変化に伴ってその利用形態並びにその社会的で経済的な有用性は変化するとなっています。今までね、自然的人文的特性というものを学んできたんですけど、今の文章の中で条件というものが出てきています。条件というのは横見出し言葉の意味というところ、条件とは土地の特性が不動産に作用して個別具体的に表現された状態を意味しています。つまり特性というのは抽象論で、それが具体的に現れたものが条件ということになってきます。踏まえてもう一度最終4行、不動産は抽象的な自然的人文的特性に照応対応する具体的な特定の自然的人文的条件を予見前提として利用されることによって社会的経済的な有用性、要は経済価値が認められるんだということになってきます。そして前提とする諸条件が変化することによってその利用形態、社会的経済的な有用性は経済価値も変化するんだ、そういった内容ということになってきます。まずは土地の特性ですね。では続いて不動産の特性、6ページ。はい、下。不動産の地域性というところを見てください。6ページ下、不動産の地域性というところを見てください。では基準。不動産はまたその自然的条件及び人文的条件の全部または一部を共通にすることによって他の不動産ともにある地域を構成し、その地域の構成分子としてその地域との間に依存補完等の関係に、及びその地域なら他の構成分子である不動産との間に共同代替競争等の関係に立ち、これらの関係を通じてその社会的及び経済的な有用性を発揮するものである。不動産の地域性となっています。
要は7ページこう図のところを見てられて、不動産っていうのは一匹狼的に価格が決定されるわけじゃなくて、似たような使われ方をしている不動産同士が集まって一定の地域を構成して、その地域との間に依存補完等の関係に立って、さらに地域内の他の不動産との間に共同代替競争との関係を通じて、ね、立って、でこういった関係を通じて不動産の価格というのは地域との関わり合いの中で決まってくるんだというのが不動産の地域性ということになってきます。なので、こう簡潔に言うならば、不動産の地域性というのはどういった特性かと言いますと、画面見てください。不動産の地域性というのは、不動産は地域の特性の影響を受けて価格が決まる、こういった特性ということになってきます。端的に言うならば、不動産の地域性というのは、不動産は地域の特性の影響を受けて価格が決まる、そういった特性ということになってきます。では不動産の価格に影響を与える地域の特性ですね、地域にはどのようなものがあるのかってことですね。テキスト7ページ下、地域の特性と書かれている説明文のところを見てください。7ページ下、地域の特性と書かれている説明文では、2行目真ん中あたりから見てください。自然的条件を共通にして構成される武蔵野台地、最上川流域等といった地域や行政に区画される東京都8ページ、大阪府等の地域が考えられる。また、日常生活品の小売店舗を中心として構成される丸々駅前商店街といった地域等も考えられる。このように地域を分別して認識する場合、その把握の観点の違いによって地域には種々のものが考えられ、一般に不動産は異なった観点から把握される地域に重なって属しているんだということになってきます。最終2行マークをしてください。不動産は異なった観点から把握される地域に重なって属しているというところをマークをしてください。不動産というのは、ただ一つの地域に属しているというのじゃなくて、例えば今収録しているところは、これ東京中野区にありますレッコ本社ビルなんですが、このレッコ本社ビル、例えば自然的条件という観点からすると、これ関東平野に属していまして、あとは行政区画という意味ですと東京都23区中野区に属していまして、さらには交通体系という観点からすると、東京はね、当然中央線というか走ってるんですけど、これ中央線沿線沿いなんですね。いろんな観点からの地位に重なって属しているのが不動産なんだということになってきます。はい、まずね、不動産の特徴ですね、一通り確認することができました。はい、一旦ここで切っておきます。はい、以上をもちまして、第一ユニット講義の方終了いたします。